第2回ラボ作品コンテストの結果発表がこっそり行われましたよね。な結構こっそりなの。あの、その後すぐに脳トレが発表されるっていう。ラボ作品で頭使った後、まだ頭使えって。その間にリングフィットトレーナーで。 あの体を動かせと。個人的にはドラクエウォークでもウォーキングをしているっていう、そういう年なんですね、今年は。でも、これ、こっそりなのかわいそうやなと思って、僕が何とかしてあげなあかんと思ってるんですけれども、どうう立場か分かんないですけどもあの、だって去年より難しいんですよ、絶対作るの。なのに、去年ってスイッチ本体とか当たったのに、今年って、 多分マリオメーカーがポロシャツやろでもこれは展示されるだけっていうまあ展示されるのが一番いいことなんでしょうけどいやでもなんかあげたいなと思って僕から何もあげることはできないできるか何かあげましょうかわかんないですけどそういうふうに見ていきたいなと思いますけどうんといくつか気に入ったやつだけ触れてきてだけって俺も小さい扱いするんかいあのねこのこのページしかないんですよしかもすごいちょっとやなと思って去年もっと大勢の人に触れてたしでもたくさん応募あったっていうんですよね ここに書いてあるにはで後から言うけど僕が予想したいのも入ってたんです予想っていうかもうすごいから誰でも分からんやけど入ってたんやけどじゃあ投稿作品少ないんじゃないんかとも思うんですよねその人のよりもすごいかもしれないやつがいっぱいある中でね。 投稿作品少ないのなら俺はなぜ落ちたかって言うとやっぱ俺はクソなんかっていうことにもなるけどたくさんの投稿が本当にあったんやろね俺が落ちるほどのっていうことでやっていきたいと思います優秀作,優秀作品が3個あってえっとこれやっぱ全部すごいですねでしかも一番左のこのパクパクゲーム Twitter の動画は今日は再生しないでおきますけど皆さん見てもらえばいいんですけどこの人はちっちゃい子やの多分これ夏休みの子やでさこれはさ多分そうやそうやこの Twitter 開いたら 工作が好きですっってて書いてあったんこれは大物になるでこれはこの人はで何がすごいかって他の人っていうか今回の VR キットってあのプログラミング屋であんまり段ボールっていうのを絡めてないんですよでも子供は絡めるんですよねお子さんは下の方にもいるお子さんも絡めてましたなんか段ボールやっぱ,やっぱそこら辺の発想力っていうのは大人に長いんじゃないかなしかもラボのコンセプトを忘れてないっていう意味ですごいなと思いましたねでこの人は 文房の使いっていう、えっ、ー、と、シャーペンとか消しゴムをただ出すだけみたいな、絶対この人は、あの、ビシバシチャンプ好きですよね。これはもう見てもらえばわかるけど、ビシバシチャンプ知らんはずない、この人は。そういう面白い人でした。で、僕、一番好きなの、この一番右のやつでしたね。丸あの全部の中で、他の下の方のやつも含めても、マルチタスキングゲームっていう名前がもう俺のツボなんですよ。で、 ま,あまたここでオーバークックの話するのも嫌なんですけど、俺オーバークック3この人のアイデアを入れた方がいいと思ってて、あの、オーバークックって料理中に料理をするけど、この人のこれ、レースと走るのとシューティングを一緒にするんですよ。切り替えて、魂入れ替えて。しかも魂3個入れ替えてるで、これ。つぼやわ、俺の。この人好きやわ、俺。でも多分あんまりないんですよ、こういう人ってツイッターのフォロー。あったかなで 何が言いたいかというとオーバークックス・リーは掃除と何料理と子育ての3個をマルチタスクで切り替えながらその中にもマルチタスクがあるという父やりとあのーーやろ遊び,遊びの相手とやりながら掃除機かけながら洗濯回しながらフライパンで揚げながらお客さんに出すっていうそういうゲームをこの人にはっ作ってほしいなと。 思いましたね。皆さん見てください。切り替えですよ、これ。この3個。すごいなぁ。面白い。うん。アイデアが秀逸。ここに書いてあるけど、任天堂の3つ同時にプレイすることで頭の活性化にもつながったりするしないかもって書いてあるんやけど、絶対すると俺は思ってるんやけど、この直後に任天堂はノーは脳トレの発表してます。怖いね、任天堂もね。面白いね、今の話。OK。じゃあ次行きましょう。この他にもこんな作品がある中で、えっと、個人的な話になってしまいますけど、この、 この二つが僕は気に入りましたね。あの、他のやつのももちろん俺が作れるレベルではないんですよね。例えばこれとかさ、火星の、火星衛星探査計画っていう真面目なツイッターの人が火星に降りる難しさをラボで教えてるっていうね。あの、ラボで何かを学ぶのに、その学んだラボで何かまた教えるっていうなんか不思議な、やっぱすごいですよね、頭いい人はね。 てて思ってますこの子供さんのやつもやっぱり段ボールと絡めてるのがすごいなと思いますね。で、えっと、次が、この気に入ったのが、偽物キューブカーリングですよね。偽物キュービカーリングっていうのは、簡単に言うと、カバズーカってあったじゃないですか、カバズーカのなんかアイディアっていうか、こう入れ替えて、あのゴーグルを変えて、もう一人の人は誰も見えていないという状況の中で、何か楽しいゲームをするっていう、思考型ゲームって書いてありますけれども、俺、 これね、あのー、新しいゲームを生み出しているという面でさめちゃくちゃすごいんやってな。だから俺、スパイスパイを作ってほしいな。この人、スパイスパイファンかもしれんの。ビシバシチャンプファン、オーバークックファン、そういうのもいまして、何が言いましたっけあと。だから、スパイスパイファンですよね。で、次がタクティ・イン・ザ・ラボさんなんですけど、この人はちょっと他の動画でも喋ったんですけど、僕があ、この人は前回の優勝者なんですよ。で 今回僕が提出したときに、ツイッター全く絡みなかったのに、そのツイッターの方,方法では審査の対象にならないかもしれないですよってわざわざツイートで教えてくれたの、コメントで。なんでかっていうと、僕は YouTube の URL しか貼ってなかったんですけど、ここにツイッターの動画として出さないといけないですよって、前回王者がそんな優しさあるで、この人のそのタイミングで見るじゃないですか。お互い相互フォローさせてもらって。だからやっぱりこの参考やってるんですよね。だから 俺この時点でこの人絶対2冠達成するわと思ったんですけどもあのしかもこれ夏をイメージしてるから花火ってエフェクトあるんですけどその花火を綺麗に最後入れてるところが俺好きなんですよで絶対勝てるわけないまた優勝やわと思ったけどこの同時にする人にはやっぱ勝てんかったんかなっていうのがちょっと残念あります。 残念というかでもこの人の YouTube 他の作品とかもめっちゃ面白いんで見た方がいいなと思うし何より優しいんですよねだからゲームやってる人に悪い人いないじゃないですかだからゲーム作ってる人はもっといい人なんだなっていう話でした。